いよいよ最終日、メンバー全員が東峰村へ集結。最後のシール配りを手伝いに来たのだ。あと何枚ぐらい残ってる？あとね、367枚。すげえ。一人で一人で。いやー、アニメじゃん。誰が配るの？ここからは全世帯制覇に向け3組に分かれラストスパート。ありがとうございます。応援してます。寒いけ気をつけてね。ありがとうございます。どうですか、かわいいですか？かわいいかわいいよ。これ配りきるの大変だよ、本当に。ようやったな、アクさん。そのマークはというと、僕たち天神アクター SBS 高画放送の天神アクターっていう番組なんですけれども、その東峰村のご当地キャラクターを作るっていう企画なんですけれども、そのキャラクターを PR しにですね、村民の皆さんに一件一件このシールを無料配布してますので、本当に送っていってもらえればなと思ってます。こんな日本語上手にちょっともう鍛えましたね。すごい。初めは無謀とも思えた挑戦。予期せぬハプニングがマークを苦しめた。それでも頑張れたのは村民の皆さんの優しさに触れることができたから。しかしここでタイムリミット。出ます。はい、おめでとうございます。結果10日間で854世帯2233枚を配布。これは東峰村の世帯数のおよそ 96% であった。惜しくも 100% には届かず、伝説は不達成に終わったが、真剣に挑んだマークの思いはきっと村民の心に届いたことだろう。そしてマークにはもう一つ秘密のプロジェクトが残っていた。そのプロジェクトとは、卒業を控えた東峰学園の6年生に向けたライブ。会場には村長をはじめお世話になった東峰村の皆さんの姿も。卒業間際の6年生の皆さんに楽しい思い出を一つでも作れたなと思って、はい、今回ライブをしようと思いました、はい、最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。メンバーのマークから、はい、あるプレゼントがあります。おぜひ4年生の皆さん、ぜひの上に上がってきてください。はい、そう、毎晩マークが制作していたもの、それは卒業する6年生へのサプライズのプレゼントだった。僕たちから天神アクターからプレゼントです。いきます。マークがシール配りの合間を縫って書いた6年生に送る卒業絵画。そこにはトホッピの絵も。一人一人の顔を思い浮かべながら描いたマークの優しさが現れる一枚となった。どう？すごいなって。今日は本当にありがとうございます。チェンジアクターの活動をこれからも頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ最後、10日間東峰村にお世話になった、はい、マークから一言。はい、ま、ずっと待ってくれてる。ま
まあ、どこから話すべきかわかんないですけども、ね、うん、まあ、すごい、この企画、東北ビシールを村民の皆さんに配るっていうのは本当に最初は本当に不安でした。この期間に終わるかも不安ですし、みんな人と接することは本当にどう言われるかもわからないし、本当に不安でしたけれども、東北村の皆さんがこう温かく迎えてくれて、本当に幸せな時間でした。マークを温かく迎えてくれた村民の皆さん、本当にありがとうございました。そしてトホッピの公認キャラクターの件、忘れずにお願いします。